はい、皆さんこんにちは。ハメツアップ編集部のターザンババゾノです。そしてハメツアップ攻略班タイガー桜井です。からのハメツアップ攻略班ヤモです。はい、よろしくお願いします。ということで今日は、はい、ドミネーションドミネーションということでね、まああれじゃない、こう宮坊氏桜井さんってやってきたわけじゃない。はいはい、まあ、ついに僕のね村をねちょっと公開しようかなということで。じゃあ我々寝てますか。やめろいやまあね、まあちょっと早速ご覧いただきたい我が村ね。あ、はい、見たい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 。このね村、もう見て分かる通りねガチガチなんですよね。ガチガチ。じゃあなた方の村はさあれなんだよ、障壁を広く使いすぎなんだよ。そうですね、俺はもう一個ずつ囲んでるから、うん、はい、これ ねこれの面倒くささ分かる、はい、その攻めた時の、いやいやすっごい面倒くさ、すごい面倒くさ分かりますよ、はい、これさ俺 なんていうかそのなるべくその、はい、城壁に当たる回数を多くさせたいわけ。そうですね、一回壊してもうあと全部ドーンみたいな感じです。そうこれ全部あの防御施設壊そうと思ったら確実にこの施設の数だけの兵をぶっ飛ばさないといけないわけ。確かに。だからもう何、なんなら7回ぐらい、あ、6回か、6回壊さないと全て破壊することは不可能。一応投石機の孤児が、うんうん、ベスポジそのなんかタウンセンターも一応範囲入るんですかね。あれギリギリ入る、ギリギリ入ります。でタウンセンターの下も一応スパイクトラップ、スパイクトラップがある。だからまあ自分だったら兵士に3体ぐらい突き込んで、これ狙いがちでしょ。こうタウンセンター、タウンセンターを狙って次にバリスタタワーかな、うん、そうそうそう。でもバリスタタワーは俺結構ど真ん中置いてるからこれやらしいところ、しかもコロステウムとあの何このアクロポリスで囲んでて結構内側に入れてんの硬いな。なるほど。だからまあまずやられないっていうね。だってバリスタタワー耐えたらもう結構勝つでしょ、まあ、数に弱いけどねバリスタタワーって。バリスタタワー本当に強い強い、厄介すぎる、うん、でねちょっとね心配なのはサボタージュね。あサボタージュ結構真ん中あったり密集してるから真ん中あたりぶっ壊れると、ね、そうそう止められちゃうんだよね、うんうんうん、でもう一個、ね、弱点あるとするならば、はい、結構さ中央寄りにさ全体的に施設防御施設建設してるから、はいはいはい、あれなんだよねこう枠範囲内にね意外と入んないっていうのがあるんだよね。そのあ密集しすぎてますね。確かに。そうそう、だから結構外側行かれると、はい、あんまりねあの枠に入ってこないんだよ。これ貯蔵庫と守備隊ずらしちゃう。いや俺ね守備隊はやっぱあんまり外角に置きたくないんだ。なるほどなるほど。だからまあ別に食料ってさ、はい、割とまあすぐ溜まるじゃん。はいはいはい、はい、だからあえてここら辺に置いてんの。なるほど、でもこの守備隊2個がこう隣り合ってるのちょっともったいないですか。これこの真ん中のやつとこれをこう入れ替えた方が違う違う違う、それ範囲は広がるんじゃないかな。これなんか守備隊なんか、そっかアクロポリスの中に入れてる。アクロポリスの中に入ってる。なるほどね、ちゃんとなるほど、ね、そういうことか。めっちゃ即湧くからこれ。なるほどなるほどなるほど。俺もそのね実はねこういうゲームね超好きなんだと思う。いや絶対好きっすいやもうね考えに考え尽くされてるしこれ。だって、ね、我々の中で一番村綺麗だ。嘘、考えられてるですよ。考えられてる、うん、なんかアクロポリスでけえから邪魔だわっつって。いや絶対これあれだよ、街作るときに2時間くらいかかってる絶対にかかってる。じゃあでもね俺ね意外とあの真っさらからやなんか作り直したりしないの。あそうなんですか。最初からはもう割とベースがある。割とこの T 字の城壁の部分とかは割と最初からできてて、あそっから増築してんの。なるほどなるほど。そうそう、もうだってこうなんか紙とかに書いてんじゃないですか設計図ガチ。いやもうね 9×9 ってこれやばいし、結構自分結構、うん、買いたくなっちゃうんですよね。このあそう全体を絶対買いたくなっちゃうんで。あそうそうそう。じゃあでもね最初の方はなんかやっぱ先駆者いると思って結構調べたの。あこれ、はい、あのアイロンエイジとかちゃんと英語で調べたのこれアイロンってその綴りがアイロンだからアイアンエイジね、アイアンエイジとか調べたんだけど、はい、なかなかね出てこなくて、なんかしかもねなんかやっぱその基本的に村のレイアウトってさ賛否両論あるわけ、はい、あーいろんな人もこれもいいけど、でもここってちょっと危なくないとか、じゃあやっぱりこの長所と短所がある作り方、そうそうそう、うん、になってくるわけじゃん、うん、で例えばこれとかもさ、まあ、言わばさあのまあ食料重視じゃん、食料っていうかその資源重視スタイルとしてはね。センター、まあ、センターはもう落ちますからね、まね、うん、そう丸腰だからさ基本的にはこの資源重視のスタイルになると思うんだけど、まあでも別に俺今ランクとか気にしてないから、はい、うん、敗北してもいいですからね。そうそう、別に痛くも痒くもないし、で、まあ、資源もね、まあ、同じぐらいでちょい格上ぐらいのところから奪えればまあいいかなぐらいだから、なるほど、まあ、あんまり
気にしてないから、なんとでもなるというかね。まあだからハイブリッド型とかあるよね。そのタウンセンター真ん中でちょっとこう資源囲んでて、あのまあ一応防御施設も、あの周りに固まってるタイプ、どっちも守りたいタイプ。そうなるとやっぱ城壁が薄くなっちゃうんですよね。そうそうそう、はい、だからこんな風にこう何重にもできないじゃん。そうですね、やっぱこう一周ぐらいして、まあ、ギリなんかその、ね、投石器をもう一個囲むぐらいじゃん、まあ、割って2枚みたいな。割って2枚ですね。ってなっちゃうから俺は割とガチガチタイプ。僕 ここ行きたくないですね、うん。いや俺は行きますタウンセンターでしょ。いやタウンセンターを落として、いや俺ね リプレイ俺ね来てた、確かにあのや俺は攻められた最近、うん、で何どういう感じだったかっていうと、50人ぐらいの歩兵がタウンセンターを襲ってたの多いなと思って50人ってちょっともったいないどんだけ突っ込むねんと思ってた。5人ぐらいではそしたらもうあれですよね、うん、タウンセンター落としてもやっぱその後 100% 破壊はできないですよね。いや全然ね、 20% ぐらいだったよ。まあ、うん、なんつうのそのさ、タウンセンターの左側ぐらいは結構やられちゃったけど、うん、ほぼ真ん中とか無傷ですよね。右側強いっすもんね、これ。そう、ガッチガチだったから。だからね、なんだっけ、結構その時はね、投石機が働いて、ああの、はい、やっぱ固まるからさ、ガーって多分出してたから、うん、みんな固まってたから投石機にバーンバーンって散っちゃってたの。でそれもあった。いや俺だったらまずこれタウンセンター3人ぐらいで攻めて、うん、落とせたらいいなって感じで。あとね、タウンセンターで下ってる間にめちゃくちゃ守備隊湧いてくるそう、意外と弓兵で、あのそのタウンセンターの反対側から攻めれば多分落とせる気がする、うん、そう、だからね、結構、まあ割とね、右下の方が穴場かもしれない。どっちかというと、この辺、あ、先に割とそう、下がね、結構薄いんだよ。そうですか。そうそう、ちょっともう範囲外なの、この辺って。もう守備隊の、なるほど、もう全然範囲外だから、下から来るのはやっぱ正解なんだよ、これ。この村の場合にタワーとかも意外と届いてないの。この辺のタワーしか働かないからさ。本当だ。だから下から来ると結構時間稼げるんだけど、その間に守備隊がめっちゃ湧く、せっせとね。そう、なんかタワーのこの範囲を覚えときたいですね、攻めるなら。うん、そうそう、やっぱ大事だよね。大事っすよ。ということで、ちょっと攻めてみる俺も。あ、ちょ、見たいです、攻め方見たいです。でもさ、なんかそれぞれさ、自分の中でさ、鉄板部隊みたいなのない？あります、あります、あります。これ何体、これ何体みたいな。最近あります、最近最近は僕襲撃隊30です。え、マジで？襲撃隊30。え、それ結構尖ってるね。もう、いや、嵐って帰る嵐って帰る。俺、それ弓兵10体ずつぐらい使うんですよ。あ、で、そので10体またこう、あの作ってる間にまた攻める攻めるで、こう、ループできます。ああ、そういうことね。あ、10体ループ方式、うん、そう、10体作るのに大体まあ4分半ぐらいしかかかんないんで、はいはい、結構ね、そう、次って感じで4分半をクールタイム、はいはい。ちなみに俺は、いや、効率良さそうだな。俺はこういうスタイルの7736。7736スタイルね。騎馬兵が3で、襲撃隊6の弓7、歩兵7。まあ割とバランスいいよね。少ないっすね。何が少ない？僕88人詰めますよ。僕65です、ね。多いな。いや、あの50はね、結構自利品になる。正直。うん、だからめっちゃ、あの、使う傭兵ああ、うん、戦術とかちゃんと作ってる？作ってますよ。俺一応サボタージュですよ、全部、うん、サボタージュ、全部サボタージュ。あ、それなかなかない。俺一応入れてるわ、この連発。兵士にしか効かないですよね連発。僕はあの資源奪うスタイルで、うん、連発結構ね、実は、うん、あえて食糧貯蔵なんかしてちょっとしかやらないんですけど、うん、あ、撃つんだ。なんか意外とめちゃくちゃ溜め込んでる人だとちょっとしか減らなくても3万とか持ってきるから。あ、嘘、なるほど、そういう使い方もあるのか。あ、そうかそうか、そういうのもあるのか。撃って終わりみたいなね。あれで撃っても資源奪えるもんね。まあちょっとグラディエーターパワーもあるし、ちょっと攻めてみるか。お願いします。じゃあ攻めまーす。ウィーンと。いや俺最近ね、なんかがっつり奪えてないんだよね。襲撃隊少ない、これ。いや、いいんじゃないですか。6ですよね。3ぐらいで俺放つんだよ、襲撃隊。あ、これめっちゃ食料あるけど。あ、これもうカモじゃないですか。火薬時代、小園さんにしてみればカモですよ。いや、まあそうなんだけどね、この囲い方は農場を犠牲にしてる感あるよ。農場を犠牲にしてますね。ちなみに火薬自体ですこれやばいな。しかもでも、あのセンターは落とせそうな雰囲気ありますよ。タウンセンターどこある？真上です、一番上。ほんとだ。あ、じゃあ落とすか。タウンセンターは落とそう。たまには行くか。でもね、意外とね、火薬自体とかになってくるとね、めちゃくちゃ守備隊強い。早いしね。侮れない。じゃあちょっとやるか。はい、なんかいる、なんかいる。キャラバンス。
あ、キャラバン足早っ。キャラバン足早っ。ちょっとどうしようかな。これあんまりキュア兵とか出す必要ない。これもしや。てかもう始まってるの。この辺で。あ、これ森からのあれが来るんじゃない？早くと押さないと。で、来る守備隊、うん、森からの守備隊湧いて、森の守備隊湧いてきますよ。マジで、怖っ。買った。わ、ちょっとあそこにいるんだ。あ、湧いてた、湧いてた。ダメだ、守備隊湧いてきた。守備隊は普通に無視するけど、お、守備隊と守備隊はいっぱいそこにある。あ、守備隊が、やばいやばい、パンセーター起こせないかもしれない。やばいやばい、あ、もうやばい。あ、もうこれ、あれ行くしかないですよ。英雄行くしかないですよ。英雄行ったらここね、きつそうだよ。きついね。あ、でも落とせそうですね。はい、落ちた。おーし、危ねー。帰ろう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 。これ今結構全部積みましたね、ちなみに。積んだ。これ帰っても勝利、一応帰っても勝利ですけど、一応ね、まだ戦ってるみんなのがいるからね。そう、ちょっと見守ってから、見守ってからあ、もう全滅だこれ。ああ、これあれか。あ、英雄出てんのか。英雄出てる。結構削りました、ね、削れてるの。本当だね。しかもこれ信長じゃないですか。あ、信長なんだこれ。信長っぽくないですか、なんか見た目。あ、でもほとんど資源は削れてないね、結局。中にあったんだよ。そうですね。濃いね。ここに連発打つと気持ちいいですよね。しかもバリスタが2丁ある。がっつり守ってます。守ってますね。まあ、これぐらいにしとこうか。まあもう。まあやることはやったからね。やだじゃないですか。あ、でも資源全然倍ね。まあ、勝ちは勝ち、ね、勝ちなんで、うん、時代が時代っすよ。いやでも今のはさ、こう無用な被害を抑えたよね、割と。え、全部いなくなってたけど。いやほら、被害最大でしたよ。キャンプとかはほらちゃんと守り、ね、使ってないじゃん。確かに確かに確かに。じゃあもう一回行くか。はい、7736。7736。いや俺の気持ち的に7736が一番ベスト。ベスト。なんかこう襲撃隊使わないんだよな、あんまり。え、嘘。使わないですね、襲撃隊最も使うけど俺強化一種ですね。え、なに弓兵、弓兵しか使わないです。あ、マジで弓兵クソ強いです。え、なに、もうやっぱ当たんないっていうか、その範囲外から敵の攻撃の範囲外からガンガン打って。ちょ、じゃあそれやってみようかな。それ超楽しいですよ。じゃあそれやるわ、ガン詰めするわ。しかも結構このこれぐらいになってくると守備隊が結構悪いじゃないですか、うん、弓兵だったら強いんで溶かせるんですよ。じゃあすぐ感じさせて、あ、ちょっと待って、じゃあ弓兵50とかで今度行ってみる。いや全然いけると思いますよ。マジで全然いけますよ。タウンセンターは位置によっては落とせない場合もありますけど、うん、ちょっとそれやってみるか。弓兵50を意外と当てます。グラディエーターパワー、弓兵は固めた方がいいです、同じところに。 OKOK。 え、なんで、ああいう風に散らさない方がいい。散らさない方がいいです、弓兵は固めておいておいた方が強いです。あ、そっかそっか、集団でこうダラダラダラって打つから、はい、その代わりなんか投石機が厄介ですね。あ、そういうことね、固まるとね、固まってるからボーンって投石機で一気に削られちゃう。何人か、5人ずつぐらいで散らすから舞台分けといた方がいい、うん、そうです、10、10、10、10。これはどうだろう。お、これいけるんじゃないですか。え、お金貯まると思ってます。まあまあ、ちょ、でも3万っていう数字ってどうなの。いや、狙い、ここに人置けますよ、ここに。あ、本当だ。ここに人置いてバリスタは速攻落とせる。それは本当だ。いや、これトラップそこにボボンってあるんじゃない。いや、可能性あるあるある、それある。いけ、こっちも置いていくでしょ。あ、さあ、バリスタだ、バリスタだ、いけるか。お、あ、あ、バリスタ落ちましたね、これ。落ちる、よし、落ちた、あ、違う違う違う、よしよし。あれ、投石機も通してないですか、あれ。どこある。あ、ここに、右にあります。ちょっとそれもやるか。誰かやる、もういい。弓兵もそこに全通しても、おそらく余裕を解けますよ。やべえ、弓兵めっちゃ来た。弓兵やばい、弓兵やばくないですか、正直。クソ強いね。弓兵だと他の兵士に強いから全然守備隊とかどんどん湧いてくださいって話なんですけど、弓兵の活用したことなんか分かんない。弓兵いいっすよ。あー、でも確かにやばいね、これ弓兵めっちゃいい。こうなるとやばいね。こうなると勝ち確か、もう投石機なくなっちゃえばもう勝ち確っすよ、弓兵。サボ、あれ、サボかかった、かかったはい、あ、これ右側になってるから範囲があるね。タウンセンターを、あとはラディエーター、落ちますね、普通に。弓兵すげえな。弓兵やっぱめっちゃ強い。火力がないね、ちょっと時間かかる、ね、確かに、まあ、基本的にあれだもんね、こう出てきたやつを倒すようだからね、うん、いや、これになんかね、なんか騎馬兵とか組み合わせる、もう城壁壊さなくてもさ、倒せる感じやばいよね、うん、確かにずるい。あ、もう湧いて出てきた端から倒せる。あ、でもちょっとやっぱ騎馬兵強いわ。その数がだんだん減ってる感じがある。よし、
おお倒した。わおいける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 けど、あそこの守備隊結構粘ってるな。粘ってますよ弓が一人で。あ短期で繋がってる。ああ溶けた溶けた。でもまだいけますよこれ。周りが周りの金貨狙ってるからやばい。早く金貨じゃなくてこの人たち倒して。ああ後ろから倒した。やべ狙いもう別にもうね。あ、倒した強いめっちゃ粘る、めっちゃ粘る。あと3人、あと3人いけいけ粘れ粘れ。あ、ゴールド施設粘れ粘れ。おわしわし強い強い強い。到達させない、到達させない粘れ。やばい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 。来てる来てる。あいけ。おい、やめろ。よしよしよし。いたいたいた。お、あ、待ち伏せ。あ、やばいやばいやばい。粘れ粘れ。粘った粘った粘った。強いやつ。あんなとこ壊しても意味ないよ。いやめっちゃ来ためっちゃ来た。やばい、もう無理だよ、もう無理だよ、もう無理だよ。終わった。英雄、英雄しかない。英雄英雄出さないだろ、これ英雄やばいやばい。頑張れ、一人粘れ粘れ。近づいてきちゃった、近づいてきちゃった。あー、そこに行っちゃったんだ。いやでも頑張るね弓兵。頑張りましたね。めっちゃ頑張った。弓兵頑張りますよ。はあ、うまいうまいうまい。わ、全然うまいじゃん、うんうん。え、だって弓兵って一体どれぐらいだっけ。160とかっすね。160。あ、全然安いっすよ。いけるよね、じゃあ。え、160?10 体作って1200ぐらい。1200じゃねえや。1600。多分あれかな、強化すると変わるかな。あ、いや、変わると思う。アップグレードするとちょっと高くなりますけど。ちょっとこれ全突破してみようか。しかも俺、50体作れるからいいっすよ。うん、これで。よし、じゃあこれでやってみようか。見してください、これ。力を。見たい見たい。力を。うわ、やべえ。やべえ。これでどっか陥落させましょう。これすごいね。ちょっと強い気がするよね。50人もいたら。あ？あ？いや、いけます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 。これなんか安い安い。安いちょっとあの。甘い甘い敵として。見合わない。そうそうちょっとね。あ、あ、いいんじゃないこれ。おお、いい、ね、火薬時代っすよ。きついなこれ。きついな。きついな。いやまあちょっと攻撃あんま強化されてないですね。確かにね。多分内側投石2個あるしさ。投石1個あのアップグレード中だから1個機能してない。あ、これ買ってるんじゃない。いやこれ多分あのやばい城がやっぱりどこ英雄出てきちゃう。でもあ、城あったあった。英雄出てくるときついかもね。でも英雄ちょっと溶かしてみたいよね。あじゃ あもう始まっちゃいました。あ、やべ、始まってたよ。もう逃げられねえじゃん。もう全然しましょう。じゃあ投石からいきましょうか。じゃあ行くか。投石どうぞどうぞどうぞ。もうちょっと固めた方がいいんじゃないですか。固めた方がいい。そっか、狙いが定まんないからね。あ、で投石狙いましょう。もういい、ちょっと俺出すわ。しょうがない。あの、ついに傭兵たちを出す。お、ついに回避。あ、いける、あ、いった。お、いったいったいった。まだまだすげえ英雄。まだまだ面白い。俺もうね、英雄出すことも厭わない。これアリスさん出します。うん、サンダー出すわ。お、あります。いや、これ結構頑張ってんの。てか、でもあそこあんまり見ねえの。でもいい感じっすよ。何気な弓兵。弓兵もでも半分解けましたよ。半分解けたね。やばい早い。ここね。いや、いけ。どう、ね、塔が意外と範囲広いな、この犠牲になると。うん、この範囲広いな。じゃあアレキサンダーで頑張る。アレキサンダー出してきた。いや、これもう無敵状態だから。アレキサンダーが耐えて弓がやるっていう。壁にするっていう英雄。でも後ろの弓がなんか溶けてきますね。やばい、ちょっとずつやられてるね。弓あと8体しかない。やばいやばいやばい。あと4体しかない。じゃあアレキサンダーがめっちゃ農場やってるからやばいよ。あそこの塔がめちゃくちゃ弓が削ってます、ね。あ、もうついにペアになっちゃった。あー、やばいやばいやばい。ああ、もうアレキサンダーしかいない。これもう全力でとりあえずタウン落としに行きますか。タウン落としましょう。あ、そうだね。そしたら勝てる。一応勝てはするかもしれない。でも勝てるんじゃないですかね。んでもね、短期の火力だとね、短期だとやっぱ HP 高いんですよ。あ、しかもバリスタの方に寄っちゃってるわ。あ、これダメだ。あ、でもバリスタ耐えてるね。耐えてるから入ってないの。入ってないっすね。お、これいけんのこれ。いや、英雄やられたら削り切れるかわかんないね。怪しいところですね。あ、結構まだいいや。超粘ってるんだけど。いや、でもこれ、重品になるとまた湧くからさ、そこで一気に削られる可能性もある。これ面白いな。これやべえよ、ちょっと待って。英雄すごいね、やっぱり。削られる削られる。いや、でも耐えてる耐えてる。
これどうしよう。いやもういやもう待つ、いや勝てるぞ、いけるいけるいける、割れ割れ割ってしまえ、割った、いけた、あ、逃げろ逃げろ逃げろ、逃げないと英雄やられる。いやこれどっちにしろやられますよ、基地に戻るにしても。あ、そうか、完全勝利しないとダメか。え英雄荒らしてる。いやでも結構奪ってる、結構奪ってる、ドーン。すげえ耐えるんじゃないこの人。いや頑張ったアレキサンダーは。ああ、アレキサンダー、まあ、俺にはクレオパトラいるから。見事です、見事、相当格上に勝ったんじゃないですかこれ。食料すごい借りました。いやめっちゃ、いやうまいはうまいよね。あのまあただアレキサンダーを失ったっていうのはあるけど、はい、面白い。どうでした弓兵。いやどうなの、いや強かったね、楽しかったですね。うん、いやいやいや、弓兵だけだとやっぱちょっときついのかな。そうね、他と組み合わせれば。いやいけたんじゃないか今、結構頑張ったよね。頑張ってました。まあでもあれじゃない、こんなやっぱなんていうの、ハイレベルの戦いはさ、やっぱ TGS にはできないんじゃない。なるほどね。まあ、はい、あれですか、なんなら忘れてる人いるんじゃないかっていう。試合一個するって我々 TGS と戦ってんだから、来週ぐらいにはね。そうだよ、決闘ですよ。そうそう、だから俺ね、でもまだこの街は完全に仕上げてはないの、実は。やっぱ手の内明かすとさ、やっぱやつら本気出してくる、ね、すぐ 見に来る。もうだってあれですよ、来週その直前ぐらいに時代3つぐらいあげますよ。いや結構ね、俺話を聞くとね、はい、あのサステは、はい、なかなかね、あの時代進めてるって聞いたよ。つまり、うん、なかなか投資してらっしゃるということですね。怖えなー。だからどんなになってんだろうな、ね、って言ってたしさ、俺結構怖えんだよな。まあでも違うよ、あの美しさ勝負だからさ。まあだってなるほどですね、うん、今のところあれですもんね、戦いないですもんね。いや俺は今のまださ村だとさ、俺どっちかというと実用性重視なこれ、はい、この手堅い鉄壁をさ目指してるからさ。でやっぱ美しさってなったら、俺どっちかというとあの宮法師の村とか割と美しさあると思うんだよ。いや俺も自分であれは満足しますよ、ね、綺麗ななんていうのこうシンメトリーっていうの、その左右対称っていうか、うん、ああいう感じを俺は理想としたいわけ。やっぱ城壁の数とかね、限りありますからね。そうそうそう、だからその限られたね、城壁の中でうまいことね、こう収めて、うん、なんかこう、見栄えをきれいにするってなかなか難しいよね。うん、難しいです。あ、だからちょっと、俺もね、まあその時に向けて仕上げていこうかなと、ね、まあ、思ってるわけですよ。いや、楽しみだな。そうそう、しかも負けられないじゃん、やっぱサスケには負けられないじゃん。ガイモンさん、トウさんには負けてるけど、やっぱサスケにはやっぱ負けられないなんかあるんでしょうね、このなんか因縁が、ね、実は似てるのかもしれない。似てない似てない似てないから、はい、まあ、なんで戦い、まあ皆さんもねぜひ楽しみに、最終的にどうなるのかっていうのをね、はい、楽しみにしていただければ。まあ我々あれだよね、結構牛丼っていうの、はい、同盟っていうの、あれもワイワイしてるからね。そうですね、今、そうそうそう、今そう、もうメンバーがね収まりきらないぐらいになっちゃったんですね。50人でしょ、50人までしか入れないんですけど、まだまだどんどん申請いただいてて、本当に確かにありがとうございます。そうそう、ね、結構ワイワイやっておりますので、はいはい、あのやっぱね、兵力お願いしますっていうのと、ありがとうございました援軍ありがとうございましたっていうのをすぐ言うから、ね、もう礼儀正しい誘導です。そうそうそう、すぐ援軍を来るんでありがたいです。そうそうそう、ありがとうございます、はい、ということで、まあ、ぜひね、まあ最終決戦をね、皆さんも楽しみにしていただければと思いますよ。はい、ということで、いかがだったでしょうか。じゃあいつものように桜井さんの、そう、その辺にね、ファミツアップチャンネル PC からご覧の方は登録用のボタンあると思いますので、気になった方は登録してみてください。そしてスマートフォンからご覧の方はその下の方に、その下の方にね、登録用の URL 出てると思いますので、そちらね、ぜひ登録してみてください。ファミツアップチャンネル他にもまだまだ楽しい動画いっぱいあるんでね、そちらもぜひご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。